にちは、真白なぎです。宵や森の姫、今日から個別ルートに入っていきます。クラウスから行こうかな。はい、多分あの様子じゃ一緒に食事はしてくれないだろうけど、よし。クラウス、おはよう。起きてる？朝ごはん作ったの、これから一緒に食べない？今他のみんなも起こしてるから。クラウス？鍵がかかってる。試しに何度かノックと声かけをしてみたけど、やはりクラウスは出てこなかった。の野郎ならいくら呼んでも出てこねえぞ。え？朝飯だろ、早く食わせろ。でもクラウスが。俺は寝起きが悪いんだ、早くしろ。早くご飯の支度をしないと大変なことになりそうな気がする。私は後ろ髪を引かれつつもクラウスの部屋の前を離れようとした。あ、クラウス。寝起きのあれを放っておくと後々面倒だぞ。あのクラウスも朝ごはん来てね。やっとみんな起きてくれた。ことに気づく。ハルルトまだ来てないの？ハルなら朝の家事をしてるんじゃないかな。朝の家事って？それはね、ちびすけがいるとしたら庭だ。さっさと呼んでこい。ねえねえ、あのね、ランベルトがよく自分で言ってることなんだけど、ランベルトは朝起きてから朝ごはんを食べるまでの時間がこの世の中で一番イライラする時間なんだって。だから早く春を呼んできた方がいいと思うよ。これは一刻の猶予もなさそう。今呼んできます。それは物干し台に干された洗濯物のシーツの向こう側から聞こえてくるようだった。あれはハールルト？何してるんだろう。私は物干し台に近寄るとそのシーツをめくってそっと向こう側を覗き込んだ。ハールルト？うわあ！シーツの端から顔を覗かせた私を見て、ハウルルトは大声を上げて後ずさった。突然至近距離から顔を覗かすな、びっくりするだろうが。あ、ごめん。もういいからそこどけ、作業できねえだろ。作業？ハウルルトは物干し台の支柱を手に持っていた木槌でトントン叩き始める。その部分をよく見てみると、あ、竿を引っ掛ける部分が外れそうになってる。見てるだけならさっさとどっか行けよ。え？あ、そうじゃなくて、私は。ハールルトは再び木槌を打ち始めて、私の声はその音にかき消されてしまった。朝ごはんせっかくだし出来たてを食べてもらいたいんだけどな。そうだ、
私は洗濯物に駆け寄って、その中から手近な一枚を拾い上げた。お前、何やって。あ、ハロルトは大工仕事続けてて、私は洗濯物を広げておくから。干す前のもう一手間、こうやってしっかり広げておけば乾きが良くなって。勝手に触んな。いいよ、私が干しておくから。いいから返せ。遠慮しなくていいのに。余計なお世話。いいって言ってるでしょ。意地になった私はバスケットを奪い返し、返し返し返し返そうとした。意地になったのか、バスケットをなかなか離そうとしない。離して、離すか。なんでそんなに嫌がるの。干してあげるって言ってるのに。そんなの女に触られたくないからに決まってんだろ。な、何それ。いいから離せ。ハロルトが力任せにバスケットを引っ張った。その瞬間、引っ張り合っていたバスケットの取っ手がプツンと切れて、その反動で二人して後ろにのけぞり尻餅をついた。洗濯物がバサバサと地面に落ちる。これじゃまた洗い直しじゃねえか。お前のせいだからな。お前が無理に引っ張ったりするからこんなことに。ひどい。最初に引っ張り合いに持ち込んだのはそっちでしょ。黙れ怪力女。バスケットまで壊しやがって。怪力。ああ、そうだよ怪力。お前って全然女らしくねえのな。いいか、俺が干さなくていいって言ってんだから、お前はそれに素直に従ってればいいんだよ。女は男の言うことに黙って従え、バーカ。な、こうなったら、私は立ち上がり、まだ地面に尻餅をついたままのハールルトを見下ろした。な、なんだよ。男の言うことに黙って従えって言ったわよね。あのね、ハロルト、そういうことはもう少し男らしくなってから言ったら。ユリアンから聞いたよ。ハロルトは私と同い年なんだってね。けど私にはとてもそうは見えないな。ハロルトはまだまだお子様って感じしかしないもの。だいたい身長だって、身長だって年齢の割に低いし、全然男らしいって感じしないもの。ちょっと言い過ぎた。あの、ハウロルト、ごめん、ちょっとだけ言い過ぎたかも。じゃねえ。ハロルトは素早く立ち上がると、私を指差しながら言った。暇に見てろよバカ女。いつかお前を絶対見下してやれ。それこそランベルトくらいでかくなって、お前のそのチンチクリンな頭を上からグリグリ押さえつけてやるからな。確かにランベルトくらい大きくなれたらそれはそれで脅威だけど、望みは薄そう。ちょっとだけ哀れになって、ハロルトから目をそらして、はぁとため息をついてしまう。なんだそのため息は。ハロルトが私との距離を一歩詰めた。だいたいお前な、新参者のくせに出しゃばりすぎなんだよ。洗濯は俺の仕事なんだ、勝手に取るな。取るだなんて。私はただ手伝おうと思っただけって何度も言って。
それを出しゃばってるって言ってんだよ。出しゃばってない。出しゃばってる。今度は睨み合いになってしまった。ランベルト、いつまで経っても戻ってこねえと思って見に来てみるが、ガキど、朝飯前に何をギャンギャン騒いでやがる。心なしか頭を掴んでくる大きな手に力がこもった気がした。あのこれはそのですね。こいつが余計なことしようとして、俺はそれを止めようとしてたんだ。ちょっとハルルト、一人だけ言い逃れしようとしないで。言い逃れだ。俺は怒ったことをありのままに伝えようとしただけだ。そんなのあなたの主観じゃない。聞いてランベルト、私は。あっ、てめえ、そっちこそ主観で話そうとして。ランベルトはハルルトの頭を上から思いっきり押さえつけた。チビスケ、これ以上チビになりたくなかったら、その減らず口を閉じろ。なんで俺たち。閉じろ。ちょ、ま、ランベルト、マジでいい。あ、ハルルトが何か言うたびに彼の体がミシミシと音を立てて小さくへこんでいく。あわわ。てめえもてめえだ。このガキのくだらねえ喧嘩に付き合う前に、てめえにはやることがあんだろうが。その時になって私はようやくルッツの言葉を思い出し、それと同時に何があっても朝食時間だけは怒らせてはいけないということを身をもって学んだのだった。ともあれ、ようやくクラウスを除く全員がテーブルに着く。はあ、ハルルトのせいで朝食が冷めちゃったじゃない。だよ、その目は。別に。私たちのやりとりを見ていたミリアムがクスクスと笑う。ふーん、二人ともずいぶん仲良しになったみたいだね。なってない。座れ。はい。そんなことより早く食べようよ。俺腹減って死にそう。テーブルに並べられた今日の朝食がみんなの口に運ばれていく。女の子は料理上手に限るね。ああ、徹夜明けの胃に染み渡る。パンケーキなんて久しぶりに食べたよ。このスープも優しくていい味してる。量は足りねえがな。あ、おかわりならたくさんある。ありますから。なんだよ、その妙な言葉遣い。いえ別に何でも。じゃあ俺早速おかわり。今持ってくるね。とりあえずみんなには好評みたいでよかった。ハルルトが眉間にシワを寄せてパンケーキをにらみつけていた。何ハルルト、美味しくないなら別に無理して食べなくてもいいんだからね。ああ、そうだな。まずくて食えたもんじゃないぜ、これ。じゃあ、もう食べなくていい。誰が食わねえって言った。おい、レッツ、蜂蜜よこせ。それでまずいのごまかして食う。あ、何それ、ひどい。
ラウス。クラウス、よかったら紅茶も持っていって。今入れるから。余計な真似はするなと言ったはずだ。きつい口調で言い放って、クラウスはダイニングを後にした。クラウスの許可取ってなかったんだ。うん、でもやっぱり何もしないでじっとしているのは私の性分に合わないから。そっか。そうだ、ルッツ、おかわりするんだったよね。ルッツ以外にもおかわり欲しい人いる？はい、はーい。俺俺、お前以外っつっただろうが。じゃあ俺もいただこうかな。ランベルトも無言で空のお皿を差し出した。はい、ちょっと待っててね。多めに作っておいたスープはあっという間になくなってしまった。私のお屋敷での初仕事はとりあえず成功かな。結局今日はほぼ一日中キッチンにいたな。朝ごはんが終わったと思ったらすぐにお昼ごはんも作って、夕食の支度もして。みんなよく食べるから本当に作るのが大変。これから忙しくなりそうね。はあ、明日も早いしそろそろ寝なくちゃ。おやすみなさい。私は嫌な汗をじっとりとかいていた。二度と見たくないと思った悪夢、それを見てしまったせいかひどく胸の鼓動が早い。忙しくしていれば思い出さなくて済むかなって思ったのに。目が冴えて眠れなくなってしまった私は一階のウッドデッキから庭に出た。夜の森の空気はひんやりと冷たい。かすかに、だけどその人の口からは聞いたことのない言葉が漏れ聞こえてきた。誰？なんだかちょっと変わった雰囲気の人。こんなところで何をしてるのかな。どうやら向こうは私がいることに気づいていないみたい。あの、あ、待って。彼は私の存在に気づくなりお屋敷の中へと駆け去っていった。お屋敷の中へ？じゃああれはウルリヒ？ん？私の爪先に何かがぶつかったような気がした。今何か蹴飛ばした？芝生の上に膝をついて手探りで蹴飛ばしたものを探してみる。透明な石に革紐を結びつけたネックレスのようなものが落ちていた。何かのお守りみたい。これウルリヒの落とし物？